はい、それでは続きやっていきます。すみません、ちょっと風邪気味で喉がやられているので、若干ごほごほしたり聞き取りづらいところがあるかもしれません。ご了承ください。で、前回は、そうですね、だいぶ進んだのかなと、体感的にはかなり進んだ気がしますね。多分これあれだよね、政府の御用新聞書いてるところだよね。そこに、何度潜入しました。なので、なんかここでもキーアイテムが手に入るんじゃないかなと思ってますが、まだまあ入ってない部屋も一個あるし、あとなんかエレベーターもあるよね。あれも怪しいんですが、それよりもまずこれ、この612?6 だよね、多分。612なのか、812なのか、もしくはこれアルファベットの可能性もあるとして。多分、これ、こいつのパスワードじゃないかなと思うんだけど、電源ってこれ。6がどれかわかんねえ。米印だからわかりまへんやん。そしてボタン反応しなかったよ、こう。こっち反応しないね。ちょっと待って。反応すんのこの肉球だけじゃん。ほら。ダメだ。これダメだ。この肉球のボタンが、何を表してるかがわかんないとダメだわ。開くってことはなんかあんじゃねえのか、これ。なんかなかった今。ここになんかあるように見えるのは気のせい。気のせいなのか。もう一個引き出しがあるな。なんか入ってない?なんかあるよ。なんかあるやろ。フロッピーディスク。懐かしい。フロッピーディスクとか、今の方はわかんないんじゃないですかね。今のパソコンってもうフロッピードライブないでしょ。今のパソコンがだいたい C ドライブとかから始まってるのは、基本的に、フロッピーディスクのドライブが A とかだったりしたんで、今 C なんだよねっていうのが、今の人は知らないっていうのがネットに載ってた。で、わからんけど、これが、すでにデータが入ってんのかどうかは知らんけど、このフロッピーディスクを入れるんじゃないの?ここに。で、このパソコンを立ち上げて、フロッピーディスクになんか情報を保存して抜き出すんじゃないかな。そんな気がする。ちなみにこれ入れれる?うん、入れれるね。入れれるよね。ってことはパスワードいるな。パスワードっていうかこのキーボードの説明書ないかな。パソコンの説明書誰か置いとけよ。ああ、くそ。本棚にあるかな、ひょっとして。出れない。なんで出れない?なんか、犬が、これは、初代局長か?ナイトスクープで言ったら、神岡龍太郎さん。どっかにキーボードの操作の説明書があってもいいんじゃないかな、この辺。わかりまへんやん。近づけるってことはなんかあるよな。この辺とか怪しいんじゃない?この影。
本棚調べるとかミスト以来だぞ。あの時、え？なんか今、青？今、ここさ、緑色の線が、ここピッて入んなかった今。ちょっと。ほら。これ。怪しい。なんだこれ。いや、怪しいんだけど。お？ C？ 待って。ん？ C？ でもこれ、光ったままってことは、触る順番があるってこと？そういうことか。なんだ。お？違う。これは G か。チェガだ。チェガって押しゃいいんだ。違うかな。これ C でしょ？ H はどこだ？上にもあるんかい。ちょっと待って。蔵書の量が膨大すぎる。ちょっと待った。こっちにもあるんけ。多すぎるよ。あ、H。来た。やっぱチェガだな。多分、CH。次いいやん。どれや。っていうかもう当てずっぽしかなくね、こんな。順番とかさ。こんなんわからんよ。これひでえよ。やっぱそうだな。多分チェがあって押すんだろうな。それは分かったんだけど。ダメだ。G かどこか忘れた。これだったっけ？間違えた！なんで？チェがじゃないってこと？ C？もうどれか覚えてないよ。これかな？これだっけ？そうだね。で、上だった気がするんだ。こうだよね。確かここまで合ってた気がする。違う、これか。こっちか。車うるせえ。だいたいどの本が触れるかとかそのヒントもないしさ。ん？くそー、女も当てずっぽしかねえぜ。やっぱ違うよな。チェガじゃないのか？これ時間かかるなぁ。ちょっと待ってよ。同じ G でもさ。触る G が違ったらダメなのかよ。そのぐらいサービスしろよ。で、これか。これ A なんじゃないかな？違うんかな？
来たね。なんか鍵入ってますやん。やったね。いや、多分もうここに用はない。あの、G ひどくね、G。同じ G でしょって話なんだけど。どっちの G かを、さあ、そんなん、わかんないじゃん。あ、違う。キーボードの操作、説明がない。ないからわかんない。ただ、一旦この部屋は離れていい気がするな。鍵手に入ったもんね。それともこの電気、つけてんのがまずいのかな、として。電気を消した状態だったら、ここが、見える。とかない。ないねー。ないねー。わからんねー。消すしかないねー。まあいいや、とりあえず痕跡は消しといた方がいいよな。うん。まあ、とりあえず。多分この金色の鍵って隣の部屋なんじゃないかな。ちょっと開けに行ってこようか。暗いな。電気消すと暗いわ。つけとくか、一応。これつけたことでなんか変わんないのか。この辺とかなんかないのか。まあ、いっか、とりあえず。どうしよう。一旦セーブします。はい、セーブ完了です。一旦出ようか。多分、こっちに開かない部屋がもう一個あったでしょ。暗くてめっちゃ分かりづらいけど。ここは開けるんじゃないかな。あ、違う癖。違うの。マジで。ここじゃないんだ。え？え、違うんだ。ちょっと待った。じゃあもうエレベーターしかねえよ、これ。これ。多分これ上に行くってことかな？うん。これ閉じるよね。で、あ、これでさ、ボタンを押してどの階に止まるかによる、で、数字がわかる？それは、ミストシリーズの先輩特許なのでは。ちょっと待って。どういうこと？これ、ミ？ミだね。で、ファ、ソ、ラだね。これは？これなんだ？この音わかんない。レ？612だから。ちょっと待って。わからん。やっべ、これは全然わからんぞ。もっとヒントが欲しい。頼む、もっとヒントくれ。
もうちょっとなんかヒントないかな。関係ないな。多分もうここ関係ないよな。あ、耳当ては？耳当てなんか関係ないんじゃない？関係あるんじゃないか？ちょっと下がれ。耳当ては？いや、わからんけど、わからんけどね。音が絡むとすれば、この耳当てが役に立つ時が来るんじゃないの？今度この下のボタン押してみよう。あ、出ちゃダメだ。何やってんだ。ボタン押しずれ。一旦、この扉を閉める。あれ？閉まんの押せよ。で、ちなみに今これなん、音は一緒だよ、多分。耳当てをしつつ、ダメだ。ボタンが押せねえわ。ダメですね。でもこれ、キーボードと一緒だから、あれ、関係あるよね、多分。いやー、ちょっと待って。これは、これやばい。ここに来て、これ一番難しい謎解きなのか、ひょっとして。なんか、他に、見える場所ない？ないのか。ないですか。そうですか。で、しかもさ、これ。612だとしたら、ボタンが足りないよね。単純に12345じゃないってこと？エンター、これエンターじゃないの？何？どういうこと？待って、セキュリティコードは3桁ではないってことを言ってる、ひょっとして。これはピンチ。これはやばい。ピンチ。電源落とすしかない。ちょっとヒントないのか。これしかないのか。もっとめくれよ。ん？これは、非常に難しい。この引き出しには本当に何もないのか。ないのか。あ、ここ？ないの、本当に。二段目開くじゃん。フロッピー入ってたとこはもう何もない。ない。思えたるのは音でしょ。音ってさ、アルファベットで表す気がするんだよね。例えばセキュリティコードがチェガだとしたら、チェガっていうのを
アルファベットとその音と対応させて入力していくとかそういうことなのかな。そこまで音楽に詳しくない。ギターやってる人とか、ギターと一緒なのかな？ C マイナーとか言いません？で、アー、ベー、ゼーとか言うでしょ？あれと、肉球関係あるのかなって思ったりしますね。で、612は、後で使うんだよ。別のとこで使うんじゃないかな。ヒントねえかな、もうちょっと。ちょっとダメ元で、音調べるか。ちょっと待ってくださいね。申し訳ありません。